ロバート・スタウル・ボールサー、ロバート・ボールがレスリー・ウォード・ロバート・スタウェル・ボールは、アイルランドの天文学者、数学者である。ネジの理論などの著作で知られる。ダブリンで生まれた。父親のロバート・ボールは、ダブリン大学博物館の館長を務めた博物学者である。ダブリン大学のトリニティ・カレッジで学んだ。1865年にアマチュア天文学者でもある第4代ロス伯爵ローレンス・パーソンズの子供たちの家庭教師となった。それによって当時世界最大の望遠鏡であった第3代ロス伯爵ウィリアム・パーソンズの作った望遠鏡と施設天文台を使って観測をすることができた。1966年に NGC308、NGC310 などいくつかの星雲を発見した。また観測の精度の向上のための望遠鏡の改良を行った。1867年にウィリアム・パーソンズが没した後、ダブリン大学のロイヤル・カレッジ・オブ・サイエンスの数学の教授となり、1874年からダブリン大学の天文学のアンドリューズ教授職に就き、1898年までアイルランド王室天文館の地位に就いた。1892年にケンブリッジ大学の天文学、幾何学の教授となり、ケンブリッジ大学天文台の台長となった。天文学の教授の地位は有名な天文学者、ジョン・クーチ・アダムズの後を継いだものである。1877年から1880年の間、アイルランド王立アカデミーの事務局長を務め、1885年から1892年の間、副会長を務めた。1873年に王立協会フェローに選ばれ、1886年にサーの称号を得た。1889年から1892年まで、王立天文学会の会長。1899年から1900年の間は数学協会の会長、アイルランド動物学会も務めた。著書にはネジの理論的解析を行ったセオリー・オブ・スクリューズや潮流に関するもの、球面三角法や大気の屈折と光の周差などを扱った天文学の教科書などがあり、一般向けの読み物も執筆した。1880年代から何度か伝統のある王立研究所のクリスマスレクチャーの講師に選ばれた。小惑星ロバート・ボールはロバート・スタウェル・ボールにちなんで命名された。ありがとうございます。